知らんかったです。いや、それで聞いたね。水が流れてるとかね。ちょっと調べてみよう。だからまあ、そういうことも聞いて、それと風の問題とか、それ景色の問題、景色がね、まあ穏やか景色がいいのもあるから、去年来た時に初めて、私船すごく乗り物弱くて、船が一番苦手だから、いやもうどうしようどうしようって言ったら、その早く着いた方がいいから、もう揺れても我慢してジェットでと思ったんだけど、今動いてるのかな、あれなんか音がするけど動いてんのかなって、こう窓の外見たら走ってるんだけど、全然揺れてないから、なんかそういう感じでね、ってびっくりして、まあ、全然ね、水面がね、こうなってるしね、こんなに穏やかなんだと思って、ね、なんかね、海が全部すごいキラキラしてるし、で向こうにこう島のいろんな島が、ほらだんだん遠くに行くと色が薄いじゃないですか、そのグラデーションがまた綺麗で、私なんか初めて見る風景なんだけど、懐かしいと思って泣けちゃいましたね。あのね、沖縄なんかね、沖縄なんか水平線に雲がパッとあるいう感じでしょ。まず島もそばの島だけがあるだけで、瀬戸内海ほどたくさんの島がない。だから要するに人が住んでる島が多い。だから数で言えばね、それは何ですか、あっちが宮、どこやった、仙台かどっかの、なんとかいうところの辺やったら、松島とか、あそこやったら小さい島、いっぱいあるけど、瀬戸内海は人が住んでる島やったら、名前は分かる。まあ、景色変ちゃうかな。それでね、特にここはね、ちょうど瀬戸内海、まあほとんど真ん中なんですよね。真鍋島が真ん中やけども、その隣やからね。そうするとね、北から冷たいのが吹くと中国山脈に全部風が当たって、ほんで北には雪が降ったりするんだけども、その山越えてこっちにはあまり降りてこない。で南から来る太平洋の台風とかそんなんも四国の山脈に当たってこっちには降りてこない。そうすると真ん中がね、こうずっと山口県からね、ずっと大阪まで。あれね、この前踏まえた水ちゃんか誰かがコツンとやって、だからね、例えば倉敷とか岡山に雪が積もった言っても、北城とか真鍋なんかは全然雪も降らない。そうなの、こういうスーッと風が流れるあれがあるからね。それが気候がそれだけでね、おまけに魚が通る道、海流もね、だいたい真ん中が走るんですよ。そうすると魚がね、それに沿ってずっと行くから、それからだから僕は神戸やってんけど、明石のタコとか明石の魚言うたらね、魚市言ったらすごい新鮮でどうこう言うてたけど、キラキ来たら。新鮮、朝取ったやつが来たけどね、ほんで来た時の人間が言うわけ、明石の古いって、もう昨日取ったやつやって。そうだね、そうだね、今日の方が新しい。それほどね、この瀬戸内海でね、魚も空気もね、天気もね、いいとこなんですよ。中村さん、これよかったら召し上がって。ああ、ありがとう。あとこれなんか、もちろんお姉さん。うん、いい、うん、オッケー、いい、ちょっと待って、いいよ、ご飯で、あれするから、そうだ、そっちかい、いや、嬉しいですね、よかった、嬉しい、私も嬉しいわ、なんか今日一つその成果が、さっきのちょっとあれ、ちょっと今探しようねんけどな、僕な今16人まで書いてんねや。褒めてくれた人のあれをで今日さっき褒めてくれたやろ。だからあれも書いとかなあかんねん。褒めてください。うん、もう本当に嬉しいですね。どう本当になんか終わってもうちょっと、皆さんのお顔が全部見える
広さだし、はい、うん、20人ぐらいだと、はあ、うん、でなんかでも後ろでニッコニコしながら見てくださって、うん、嬉しいな、そうか、あのね、それがね、あの私よくあのどれろ、うん、嬉しがりいうんか、あの何かどうか言うんかしらけど、あのそのなおちゃんもやっぱいろんなところでいろんな音を聞いてるから、ここね、昨日のゲストさんもこれ横にしていい顔を言って、男前じゃない、いい顔を言ってね、嬉しいことが書いて、ここで一番最初にね、電車の隣に行った女性がね、あのおじさんいいお顔ですねっていうのが言う、これがね、昭和のね、平成6年平成6年にね、こういう電車の中でこういうお話、話があって、それからね、あのずっと書いとこうみたいな、ずっと来てね、今16番まで来てる、16番、ほいでな、映画入れないわ、あの人は、あの、何言うかな、千鳥でね、あの陣内智則、はいはい、彼がね、こう言うたよ、あの、テレビの番組でね、おーすごい。せやから こういうのをね、ずっと書いてんねん。今日は17番やね。17番目。17番目。本当に。うん、もうすごい嬉しかった。もうなんか、でももうなんだろうな。あの私も結構感動する方で、涙腺が緩くなるんだけど、なんかもう中村さんの顔見てたら、私本当またなんか終わって、あ、もうどうしよう、また自分が泣いちゃうわ、ね、踊って、この舞台で泣いちゃいかんと思ったけど、うん、いやいや、よかった、しかしね、奥引っ込んでから、あのね、やっぱりあの、その、ここで、ここに書いてるような、あの、その、仏説阿弥陀経にね、そういうのは、あの、極楽こんなこと、というところがあるよ、で、そこにね、その、カリオビンガとか、女性の顔して体は鳥の人が踊るとかいうのも出てくるわけね、うんうん、で、それをそう思って、最初にそう思って、それでいろいろ見たけども、カリオビンガよりもこのクジャクの方やと、うん、あの白光クジャクっていうのがあれね、で、このクジャクの方やと思った、それからカリオビンガじゃなくて白光クジャクにしてんねんけど、うん、かこれはね、ちょっとあの、僕浄土真宗の信者よ、だから浄土真宗の人はこれがもう絶対読んでる、この極楽という言葉がもう真宗のあれやからね、だからこれは解読べきで、それを聞いた人がね、すぐ理解できるやろというのがあったからね、こうやって書いてるけど、本当にね、あの、すごい褒め方ですよ、いや、あの、扇とかね、あれがすごい、その辺、本当、別世界やわ、私にありがとう、いや、あのね、3曲踊ろうと思って、一番分かりやすいものがいいだろうなと思ったんで、で、あの、1曲目はちょっと長いけど、で、結構ゆったりでちょっとあれかなと思うけど、でもこれすごい伝統なんで、そう、で、じゃあ2曲目は本当は違うの踊ろうかなと思ってたんですけど、でもやっぱり、多分見て分かりやすいのって、あの扇の前で華やかだし、分かりやすいなと思って、で、あの時間もそんなに長くない、5、6分なので、そこまで長くないし、だからこう華やかなのがいいなと思って、でもし子供たち、去年あの小学校、中学校の子供たちと友達になったから、もしまた見に来てくれてたら、子供たちも喜んでもらえるかなと思って。子供見てないんですよ。一枚だけね、でも、あの白黒のやつが貼ってあった。公民館のね、あの主人の、山本良、はい、はい、はい、長さん、会いました。
店やってるやんな、あ、そうなの、島カフェで、そこの表にもね、貼ってないねん、あ、そうか、うん、じゃあ今度はみんなもっと貼ってもらおう。そうそう、こんなんせね、あのたくさんね、みんな見ていただいたら、うん、もどこかでやるときね、うん、たくさん貼せな、もう知ってるあのよしみたいな好きな人だけ来たら言うんじゃなくてこんなチャンスないよというふうなね、男で何したらいいのかなと思って、でも今回は1回目と思ってるから、うん、私また来ようと思ってる、そうやね、そう、1回目と思ってる、オーラでした、そうしよう、2カ所にやる、オーラの方が人多いから、向こうの方が人多いから、それがいいと思う、今度の1月3日のよし、カキのなんかチラシあるじゃん、料金設定した方が予算が好きやすい、あれ後ろ、カナフロ丸と佐岡フェリーという大規模の時間帯が同じなんです、来れなかったの、友達が来る予定のが、土曜日来なかったので、日曜日に来てくれたから、うん、私のワークショップは一緒にやってた、あ、そうか、フェリー結構ね、お正月だから、まあ、ね、ほら、米所さんとかも、そうだよ、岡山とか、広島の方で帰りに行くんだけどって言って、お会いできますかねなんて簡単に言っちゃったら、わざわざ広島の帰りに寄ってくれて、そうなんで、なんかちょっと申し訳なかったぐらいな感じで私は思ってるけど、正式名称笠岡フェリー大福丸、うん、それはそれでもうとにかく1回目だったので、そうそう、私だから2回なんかまたやろう、またやりたいっていうのは、あ、よかった、よかった、よかった、またね、またしてください、うん、今度は豊浦にしてもらったら、もうちょっと皆さん何してくれるんちゃうかなと思って、はい、あ、違う、あと、いや、あの、なんだろう、宣伝かな、あ、これがね、あ、でも、綺麗に、確かに開くのは開ききるはず、してるんやね、もうちょっと待てば、この状態だって、得してね、あなたになろうかしら、でも、またでも、だから、そういうの、小村さんの、それで嬉しい気持ちが、次に、次をまた生み出していくと思うので、うん、そうね、うん、行けたらええなと思うね、うん、そう、それからもう今日行った、明日着くからね、今日3時に行ったら明日着くからね、さあどうやろうか、そんなに向こうも待ってましたとばかり動いてはくれへんからね、そっちだそっちね、またね、あなたの結局あのチラシっていうかな、あの、でも本当は、ね、あなたの名前あるんですか、あれをあの何かスマホでポッてやったら分かる、あるんですか、はい、Facebook はやってますよ、 Facebook にあるんですか、うん、そうね、あんまり踊りのことをそんなに宣伝するようなホームページとか作ってなくて、そうなんです、それもやらない、いや、それがね、あの今回そのどないのかな、ヨッシーの電話番号しかないねん、あの紙にはね、はいはいはい、うん、ところが彼はなかなか電話が、昨日かけた電話が今日返事来るぐらいやろ、だからね、よその島の人がね、電話かけても出えへんって言ってね、いうようなことになる可能性あるからな、もう島時間でそうそうそう、うん、そうですね、だからあなたのあの名前でパッてやれば、あの、なんか出るんやね、僕は知らないからね、あれ、いや、分からへんけど、うん、あの方、Facebook をだったら見れますね、そう、つながって、そんなとこかな、うん、あ、いやいや、それはまあ向こうが考えるやろ、ね、はい、うん、そう、なんかそういうのは若い人に任しといて、そうそうそう、なんか大きな、ね、ご縁をつなげていただけるような、そうやな、できたらね、あれやけど、次もまた来ますっていう気持ちが、もうそれとも大きなご縁をいただいたので、そうそう、まあよかった、私もいい時間 あれできたし、でこないしてまいた勝手に俺なりの段取りもできたし、うまいこと、うん、ごめんごめん、彼ら寒いとこで頑張ってるやん、はい、ありがとうございます、どうも、はい、まあ頑張ってください、はい、はい、え、何、はいはいはい、どうも、じゃあ立ち上がってもらって、
らったら。いやいや、もう、はいはいはい、もうお互いね、あの、いい出会いであったということをね、後々まで。雨降るんちゃうよし。なんか怪しいですね。怪しいな。そう。うん。はるちゃん、はるちゃん、おじちゃんのあの、あれな、スリッパ欲しいな。取ってくれるか、取ってくれるか、ありがとうな。一番向こうな、青色のやつ、そう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 、二つな。はい、ありがとう。サンキュー。サンキュー。喜んでる。せえへん、はるちゃんしてくれへんの。はるちゃんもやってみる。してくれへんの。おっちゃんに。やったよ。どうもお邪魔しました。ありがとうございました。明日の朝は帰るんで。あ、そうですか、うん、か今日は会いに来てよかったです。あ、よかったね、はい、今日ほんま彼の電話がものすごいタイミングがよかったね。よかった、うん、そうですか、うん、いやいやで一発目でゼロって話ですよ。いやそれはそうやけどな、まああの今日めちゃくちゃタイミングよかった。このノートまだ書いてへんかった、もう今日朝作ってんから、これ。だからもう本当に、ほいで封したとこやって電話かかってた。だからなんか見てんのじゃ俺。中村さんが逆に呼び寄せられた感じ。これあのほんまな、この島の線にやり始めてからな、ものすごくリズムがいいの。このリズムに乗っかった時は。そうそう。こっちもいい具合をいただけてますからね。ああそうかな、どうかわからんけど、なぜそれがわからん。めっちゃ反対だ。めちゃくちゃリズムがいい、こういうことがね、今日みたいなこんなことが起こるんよ。どうも、まだ頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ります。お邪魔しました。ありがとうございます。ありがとうございます。またお会いすること楽しみ。また来ます。いやもうあれやけども、これだって値段言うて、これ高いぞ言うて。そうですね、この部分が確かに一番。はるちゃんの埋まるも、雨降っても濡れちゃうね。中村さんも大活躍です。ありがとうございます。そうか、よかった、はい、よかった。今回 もうめちゃくちゃ使わせてもらってます。あ、そう、もういや増えてええやろこれ、はい、よう気にかかるかある。どうもお邪魔、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあお元気で。はい、お元気で。これで行こうか。4時55分ミリオンだから。あ、ありがとう。ちょっとこの辺に廊下にでも置いておいてもらえると。